マラリア原中の電子顕微鏡写真戦争マラリアは第二次世界大戦時の沖縄県で有病地に強制疎開させられた一般住民や駐留した日本軍の軍人、軍属等が罹患したマラリアである。戦争という状況の下で発生したマラリアであるため、平時のマラリアと区別して戦争マラリアと呼ばれる。 沖縄県の八重山列島では、八重山熱と呼ばれたマラリア発生地域が各地に存在することが古くから知られ、琉球王国時代からその地域に年貢増収を見込んでの開墾を意図した強制移住が行われては全滅するという歴史が繰り返されていた。特に、石垣島の北側と西表島は、その意味で恐れられた地域である。現在では、マラリアは一掃されているが、 第二次世界大戦時にはまだ発生地域は多かった。第二次世界大戦時、沖縄本島周辺では激しい戦闘が行われた。八重山諸島においては、米軍の上陸こそなかったものの、空襲や艦砲射撃による攻撃を受けた。その中で一部地域で住民の疎開が行われ、しかもマラリアの発生する地域に移住させられたために、多くの人がマラリアに罹患し、 多くの死者を出した。これが戦争マラリアと呼ばれるゆえんである。マラリアは戦争中の物資や人間の移動、栄養状況の悪化から県内の他地域にも広がり、沖縄県各地で被害者を出したが、八重山では直接の戦争被害より、マラリアの被害が突出している。さらに、ハテルマ島などでは、他地域とは別個に、イリオモテ島への強制疎開が行われ、その結果として、 公立の感染と多数の死者を出した。これについてはより犯罪的色彩があるとの見方がある。また、先島諸島では、1944年から宮古島に約3万人、石垣島に約1万人の日本軍が駐留していたが、沖縄戦が本格化した1945年4月1日以降の記録では、宮古島で907人、 八重山列島で184人の戦病死者が出た。元軍人や住民の証言によると、その大半はマラリア等の罹患が原因と見られている。宮古島では日本軍による飛行場建設のために強制移住させられた住民にもマラリアが蔓延流行は終戦後も続き、1947年の罹患者数は12,131人に上った。 八重山における連合国軍の攻撃は1944年10月の石垣島の空襲に橋を発した。その後、1945年3月には連合国軍はケラ間諸島に上陸、そこから主戦場は沖縄本島とその周辺に移るが、その間、八重山は激しい空襲と艦砲射撃にさらされ続けた。八重山に向かったのは主として、 英国海軍であった。これに対して、日本軍は1943年に観音寺部隊が駐屯した後、次々と来島し、陸海軍8000名が主として石垣島と入表島に陣地を築いた。また飛行場が建設され、地域住民は軍需品として資材や金属などの教室が求められ、また作業の労働力として動員された。 連合国軍の攻撃に対する日本側の方針は、宮古では状況次第で上陸軍を攻撃するが、石垣においては時給戦に専念というものであった。しかし、連合軍は上陸戦を行わなかったので、後者法で応戦するのみの防衛戦が行われた。沖縄本島では、1945年5月下旬に日本軍第32軍が、 司令部のあった首里を離れ、本島南部方面に、配送したため、大本営は、指揮能力が失われたと判断、八重山軍を、第32軍の上級部隊である台湾所在の、第10方面軍の直轄下に移した。第10方面軍は、沖縄本島地方の戦闘が終結に近いと見て、次に、八重山が攻撃を受ける、可能性が高いとの判断から、官民の移動が必要と考えた。 6月2日、旅団本部は、石垣町長、大浜村長を呼び出し、一般住民の山岳地域への避難を命令した。石垣の中央の地区には、郊外地区が疎開先として指定されたが、大浜村などは表岳周辺など、より山岳地域が指定された。竹富村及び、波照間島に対しては、入表島への疎開が命じられた。なお、波照間島へのこの指示は、 やや遡って3月末、黒島への指示は4月上旬であった。青年層の多くが、鉄血筋の隊や、従軍看護婦として軍隊に編入させられていることも、あり、疎開先への移動は、困難を極めた。疎開先でもうろがしのげる程度のかやぶき小屋、それも、共同小屋が大半で、かやを吊るすこともできず、かの襲来を避けえない状態だった。また、 不衛生な共同便所なども可の発生の原因となった。山岳地域への疎開によって農業は中断し、配給も6月以降はほとんどなくなり、医療物資の欠乏、栄養不良の状況下でマラリアが発生を始めた。小屋には病人が何人も横たわり、次々に死者が出た。7月23日に軍は疎開の指示を解除し、 各部落へ戻ることを許したが、その命令が決定せず、さらに戻るのが遅れた地区も多かった。さらに8月15日の終戦を過ぎても、当時の部隊長は避難先の住民に、これを知らせず、避難解除命令を出さなかったため、混乱が続いた地区もあった。これらのことは、住民が落ち着いた生活に戻ることを阻害し、さらに被害を広げた。八重山における戦争被害は、 琉球政府文教局の琉球資料集第一集によると空襲による死者174名産地へ強制退避せしめたる結果マラリアにより死亡したる者3647名というように戦闘行為の犠牲よりマラリアの犠牲者数がはるかに上回った結果的に八重山への上陸攻撃は行われなかった入り表島ハエミ伝の浜にある 忘れ持ち石の日、右脇の岩盤に、忘れ持ち石ハテルマ式名の文字が刻まれている。ハテルマ島に疎開命令が出たのは、八重山における正式な疎開命令より3ヶ月ほど前、ケラマ諸島にアメリカ軍が上陸した直後の1945年3月末であった。命令書はなく、旅団本部が口頭で竹富村の村長に伝えたという。理由は、 アメリカ軍がこの島に上陸してくる可能性が高まったためとのことであった。村長は、波照間島出身の村議会議員に命令を伝えたが、議員は疎開を拒否した。すると、青年学校の指導員として、波照間島に滞在していた山下虎王なる人物が現れて、疎開を命令した。山下は一変して、軍服を待とうと共に対等し、 注意と名乗って島を支配下に置いた。住民には疎開に反対する者もいたが、軍の命令でありやむなく、これに従った。山下は反対する住民に対して顔を真っ赤にさせて怒り、自分の言うことに反対する者は、この日本島できると脅した。また、米軍がハテルマ島に上陸する恐れがあるので島は無人島にする。家畜は一頭残らず殺し、 家屋はすべて焼き払って、井戸には毒薬を入れると言ったという。この山下という名前は偽名であり、その正体は、陸軍中野学校、離島山地要因特務兵の陸軍軍曹堺清である。堺は1945年の初めに、スパイ養成機関である陸軍中野学校から離島工作員に指定され、表向きは青年学校の指導員として送り込まれてきた人物である。 なお、堺は、戦後に、ハテルマ島を訪れているが、1981年8月7日の、来島時には、当時の浦中博公民館長をはじめ、5つの、ブラック代表、老人会、婦人会、青年会、町議など19人の連名で、あなたは、今時大戦、ママ、中から今日に至るまで名前を偽り、ハテルマ住民を騙し、あらゆる暴虐と犯罪を続けてきながら、 何らその償いをせぬどころか、この平和な島に平然として、あの戦前の軍国主義の亡霊を呼び戻すように三度、来島したことについて、全住民は、満身の怒りを込めて抗議すると直接抗議されている。戦後は、滋賀県で工場を経営していた。疎開先について、島民の間で協議が行われ、マラリアの無病地である、西表島東部の湯布島への疎開を主張する者も、 いた一方で、ユブ島は、ハテルマ島から離れていて、荷物の運搬が困難であり、空襲があった、オバマ島にも近いため、ホラー穴が多く空襲の恐れがない、イリオモテ島南東部のハエミデンに賛成する者が、多数であったとされる。その結果、島民のほとんどは、ハエミデンに疎開し、ユブ島やフルミに疎開したのはごく一部であった。しかし、ハエミデンは、マラリアの発生地域であり、 1920年にそのために廃村に追い込まれた地であった。住民は島を出る前に全ての家畜を屠殺することが命じられた。これはアメリカ人が乗り込んだ時に食用として利用されるのを避けるためとのことだった。当時、島には牛750頭、馬130頭、豚240頭、ヤギ550頭、鳥5000羽がいたとも言うが、 住民が手を下さなかったものは、旅団本部から送られた実行部隊がすべて処理したという。殺した家畜は解体し、肉は塩漬けや簡易的な燻製にし、島外に搬送した。なお、その後にこの島に防衛のための軍が派遣されることはなかった。4月初頭に、ほぼ同様のことが黒島でも行われた。ハテルマ島住民の疎開は3月末に始まった。当初、 住民は避難船で、入表の南東端にある大原に到着し、そこから早見田まで約8キロメートルを徒歩で移動したが、後には早見田に船を接岸できる場所を見つけた。しかし、そこで漁船が空襲を受けたため、その後は入表東南西部の鹿川湾に荷物を下ろして、徒歩で早見田に向かうようになった。先見隊が建設した掘った小屋で生活が始まったが、 ほどなく、マラリア患者が発生した。梅雨が明けると利病者が増え、死者が続出するようになった。疎開地には二棟の病棟が作られたが、薬や医療設備はなく、やがて患者は病棟に収容しきれなくなった。7月に入って、暑さが増すと利病者も急増し、死者は70人以上に上った。ちなみに、彼らを引き連れた境は当初は共に、ここで宿泊したが、 その後、湯布島に移動している。堺の横暴はひどく、村民の病人も多かったことから、7月30日、ついに彼に隠れて、当時のハテルマ国民学校の、敷名新商校長らが船で、入り表島を脱出して、石垣島の独立混成第45旅団長に、直訴。ようやく疎開命令の解除を取り付けた。この指名はに疎開解除が許可されたことを伝えたが、 酒井は拒否した。たまりかねた島民は8月2日に緊急部落会を開いて全会一致で祈祷を受け継ぎ。酒井もこれにこうすることはできなかった。なお、式名校長は、この応募を極めた酒井と疎開の惨上について、自分と同じ人間がもう一人いたら、山下軍曹を海に突き落としていたのにと語っていたという。島民は8月7日から祈祷を開始し、 まもなく8月15日に終戦となった。帰還を果たしたものの、すべての家畜は処分され、4ヶ月放置したままの農地は、雑草に覆われ、住民は栄養不良と疲労が重なり、しかもマラリアに罹患している状態であった。その影響は長く残った。ハテルマ住民のマラリア罹患率は99.7%、死亡率は30.09%との記録がある。 つまりほぼ全員が罹患し、その3分の1弱が死亡したのである。疎開命令の解除を受けたとき、指揮名校長は、早見殿にあった石に、忘れ持ち石果てるマ式名と刻み込んだ。これが今も残る忘れ持ち石である。刻み込まれた文字は、長年の風雨にさらされて侵食が進んでいるが、今でも確認することができる。さらに1992年、 マラリアで死亡した住民の霊を慰め、この悲劇を後世に伝えるために忘れ持ち石のすぐ近くに忘れ持ち石の日が混流された。その後も8月15日には慰霊祭が行われている。このハッテルマ島と黒島における疎開は、むしろ住民避難の際に家畜を殺させ、その肉を回収することに軍の力を注いでいたという見方もある。 宮永作は、むしろ旅団本部が肉を確保するために、必要のない住民疎開の命令を出したのだと主張している。黒島でも家畜が処分されたが、ハテルマ島の場合よりやや穏やかで、家畜の所有者には、軍側の一方的な価格ではあるが現金を支払われた。これは、ハテルマ島でのあまりに強引なやり方に、内部でも批判があったためという。 アメリカ軍によって保護された住民が収容された、収容所や野戦病院においても、マラリアに感染して、子供や老人が続々と死んでいった。一例として、裏添村の場合、全犠牲者の1割以上に当たる312人は、収容所での生活中に死亡した。ありがとうございます。